ちょっと待ってね。戻ったかな？戻りましたね。お、いつの間にかに6名の皆様、いらっしゃいませ。セブンナイツの世界へようこそ。それで、これが封印の鍵？魔術の力は感じられないけど。手がかりになるかもしれない。持っていこう。わかった。他の場所でも探してみよう。鉄の玉。あれさっきなんかあったよな。玉がどうした？配置替えしよう。多分これ神楽が前ダメだ。一分と高いカルマとかにした方がいいわ。だってさ、レベル40なのに2000しか攻撃ヒットポイントないもんね。明かり35で2600あんのに。お野菜、ちょっとトイレ行ってきます。無料ガチャやってんの？紛れ子。それは知らなかった。あれ、紛れ子ってどこに入れたっけな。ちょっと紛れ子を行方不明です。DMM でやってるかもしれない。結構最近パソコンでスマホアプリやること多いんだよね。紛れ子あるな。プリコネもあるな。ちょっとトイレ行ってきます。戻りました。そういえば
言うの忘れてたけど、弟がブレイブリーデフォルト2やってるんですよ。めっちゃ面白いらしいです。だから俺もどっかのタイミングでやろっかなーって。まあだいぶ先になると思いますが、音出ちゃうかなこれ。あ、大丈夫だ。ちょっとガチャだけ引くわ。おお、コノハとハズキ。あれでも3人なのに。俺コノハとハズキのこののストーリーあったじゃないですか。あれが一番好きでしたね。優勝の隣。どれだ。このマドカマギカ10周年記念選べる星をピックアップガチャってやつ。これ違うよな。魔法少女確定ガチャとか書いてあるもんな。ノーマルガチャしかないんだけど。え、それの優勝じゃなくて、ん？ちょっと待って。全くわかんない。ないよ。レアガチャってことじゃないの？無償の方を選ぶのです。無償ってどこにも書いてないよ。魔法少女を選ぶってやつ？あった。ちょっと分かんなかったわ。魔法少女を選ぶやつね。これでえっと外れました。外れました。さよなら。普通にアケミホームラを選びました。おりゃー。よし。え、ここなんもないの？え？こうか。よっしゃ。あれ、また敵？またお前かよ。
今までなんで俺神楽を全員にしてる。集中して攻撃してくるなんてずるいぞ。すぐ人混みとか早くするし。万光塔よ、一筋光よ。あ、間違えた。その命もらっていくぞ。また回復したな。いくら回復しても足らない。その命もらっていくぞ。これもう人もいていくつあっても足らんよ。全然倒せねえし。さっきのアーカンより強いんじゃねえこれ。その命もらっていくぞ。もうアキラの覚醒にかけるしかねえ。目を閉じる。お前という存在を消してやる。これで倒す。その命もらっていくぞ。倒せない、そんなバカな。もう万光塔よ、一筋光よ。また一目と回復しやがった。その命もらっていくぞ。確実にさっきのアーカンより強いよな。倒せない倒せなかった。嘘だろ。その命もらっていくぞ。さすがに頭にボスって書いてあるだけあるな。手を生贄に捧げ、カルマの攻撃をする。もう何これ。魂の導きに感謝いたします。あのモンスターはこれを守っていたみたいだね。これは石？石の玉みたいだね。これも古代人が隠しておいた鍵なのかな。誰かが落としたにしてはおかしな場所だね。まるで誰かが拾ってくれることを望んでいるみたいだ。使い道があるかもしれないし持っていこう。なるほどね。意図的に強くされてるのか。いやー、手を強いけどヒットポイント低いからな。エースはどうだったっけな。
エースも人分量低いわ。これはまあうまくできてるね。物理攻撃が高いやつは人分量は低く設定されている。回復しないでここに戻ればよかったわ。もったいな。ないもの以外なら何でもあるよ。欲しいものがあれば仕入れるし、ただし代価はきちんといただくよ。もう行くのかい？また来てね。そうだね、全然分かってなかったわ。まあしゃあないか。さあこれで天秤だから、石の玉と鉄の玉を、どういうことだよ。まだあるの？ここか？確かにね、弱点だもんね、パブラ。交換すっか。強すぎる。なんだ900も食らったんだけど。売ってる最強の装備してるのに。配置編、配置やね、キャラ編成、カグラ、バレッサに戻すか。カールヘロンとかだとな、ちょっと微妙だよな。まあでも上げた方がいいんだよね。またちょっと一回帰って装備を。ないもの以外なら何でもあるよ。欲しいものがあれば仕入れるし、ただし、あれ？代価はきちんといただくよ。もっと強いのあったわ。もうカールヘロに関しては一番最初に手に入れた装備のまんま、高っ、1万。また来てね。
わかんない。俺テンスラ見たことないから。よし、カーレヘノは感電にさせることができるのか。でもここはカルマでしたね。わからぬ。よいしょ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 。天才じゃね。あんな低いのにこんなに当たるんだ。その命もらっていくぞ。そうだね、属性相性かなりいいっすね。アキラと同じ。あ、でもさっきすげえ上がったからな、攻撃力。それも影響してんのかな。強いカルマ。そう、マネさえにしようかしかなーって思ったんだけど、あのカールヘロンがまだレベル上がってなかったから、カールヘロンにした。カールヘロンはカールヘロンでこういうのあるからさ、物理攻撃上昇とか防御上昇、感電付与率上昇とか、だから結構ジャマー的な役割もできるなーっていうことで。ほんと死なねえなこいつ。そう、感電。感電しねえじゃねえか。その命もらっていくぞ。うん、だいぶ楽に倒せた。
悟りの道は心の中。かもね。あのモンスターはこの玉を守っていたのかな。こんなところに玉？変わった玉だよね。まるで鏡みたい。どう見ても怪しいね。これが古代人が隠した鍵なのかも。そっか、なら持っていこう。帰るの超楽なんだけど。あ、うん、通行を妨げていた力が消えたわ。魔力の流れも元通りに戻ったみたい。答えは鏡だったのか。意地悪だね。え？鏡がどうかしたの？真実を欲する者は虚像にたどり着き、虚構を見つけた者は真実にたどり着くだろう。はかりに書いてあった言葉？わからないかい？真実を欲する者、虚構を見つけた者。どういうこっちゃ？サンディ、答えを教えて。よく考えてみて。答えは自分の力で探さなければならないよ、バネッサ。もういいわ、行くわよ。何？ああ、そういうことか。バネッサ、どう考えてもおかしい。テラ王国でも王宮でも、この不吉な魔力の気配があった。誰かが僕たちのことをおびき寄せようとしているのかもしれない。それはサンディの考えすぎじゃないかな。やっぱりさっき見えた影は見間違いじゃなかったんだ。バネッサ、ここはもう引き上げよう。遠くから時の結晶の力を感じる。ここまで来てこのまま帰るわけにはいかないわ。行こう、サンディ、時の結晶のところへ。バネッサ、やっぱり何かがおかしい。いや、全然わからんな。まあちょっとこの先ちょっと進めても中途半端になりそうだから、ちょうどいいところでセーブポイントを見つけ、セーブポイントとか戻るところがあったんでね、ここでちょっと終了にしようかな。砂の部屋に帰ってきた。達成率モンスターまだ半分いかねえか。まだいっぱいおるやん、倒してないやつ。しゃ、まだまだやることいっぱいありそうなゲームですね。はい、頑張って進めます。生放送でやるのが多分一番スムーズに進むと思うんで、生放送やって切り抜いて動画にしてアップするっていう感じでいきます。というわけでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひお願いします。じゃあ多分明日もやると思うんでね、明日は8時ぐらいからやれたらいいなと思ってます。で、その次の日仕事だからちょっと早めに切り上げる感じになると思うけど、お疲れ様でした。